はいよろしくお願いしますえー、今回高校受験対策南海志士の第3弾やっていきましょうえー、問題6問ありますのでまず1回ね動画止めていただいてぜひチャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますそれじゃあいつも通り画面下げますのでお待ちください行くよいいよ はもうちょいいきすぎこの辺ということでねよしじゃあいきましょうちょっと、ね、久々の、えー、授業動画を撮っておりまして実はまあうち息子がね2人いるんですけど上の6歳のお兄ちゃんが幼蓮筋になりまして3日間ぐらいかな40度の熱がねずっと止まらなくてね下がらなくてね大変だったんですけどなんかだいぶ流行ってるらしい幼蓮筋もねインフルも流行ってるらしいんですけどあの皆さんね体調管理気をつけてくださいじゃあまず1番いきましょう 分分数イコール分数になっておりまます。まあ、普通に分数邪魔だからってことで全体に12をかけてで構わないんですけど、まあ、せっかくねあの分数イコール分数の形になってるので自分がよく言っている×掛けっていうのを使っていきます、まあ、ここまで、ね、意図的に使わなくていいんですけど分数イコール分数になってる時は×にかけることですぐ計算ができますっていうのはよかったら覚えておいてください、まあ、ねかけると 3× 2x-3 ねだから分配法則使って 6x−9 イコールこっちの×掛けで 4x+8 プラスとまあ12掛けてるのと同じなんですけどねまあ覚えておくといいです。でまとめると 2x イコール17なんで x イコール2分の17。これで終了となります。 まあもしくは8.5って書いても構わないですけどね順番、まあ、分,分数の方が好きなんでこっちでいきます。で次もまあ同じような感じですただ分数と小数が入ってめんどくさいなって感じなんですけど、まあ、小数を分数に直していきましょう0.75こいつを分数に直すと一番右から小数が2個分ずれているので2個小数2個ね。ってことは0が2個くっついている100という数字を使って 分でこれ25で約分すれば4分の3なので0.75は4分の3にすぐ直せると。でちなみにですけどね0.3を小数に直そうと思ったら右から1個分なので0が1個くっついている10分の3と直します。 0.123となっていたら右から123個分ずれているので0が3つくっついている1,000分の123とこういうふうに直してください。小数数から分数に直すときねで分母が8と4と2になってますんで全体に8をかけましょうそうするとえここに8をかけると −6− マイナスいるからね。 で右辺に8かけると 4x でまとめると3小 <laughs> x イコール12とで両辺3で割ると x イコール4と下がってください <laughs> これで終了いいかなで3番いきましょうちょっと消しまいいかタオルでい,いですかでこの因数分解なんですが。 ちょっと見た目厄介なんですよね。でポイントとしてはここかな。最初のこの部分があ因数分解できるねって気づけちゃえばまあ、そこを倒せます。パッって,ってね。でこれ因数分解するとどうなるかっていうと少し順番変えましょうか分かりやすいように。こうしておきます。たださ B と B の二乗がくっついてるだけなので結局かけてマイナスに 足してマイナス1のコンビを探してるのと同じなの。もし、B とかね、あと AB 両方入ってる時とか、XY 両方文字が入ってる時は、その B とか Y っていうメインじゃない文字、メインじゃない文字って言い方もおかしいけど、そっちを消してしまって、これだったら、A の2乗マイナス A マイナス2でしょ。B 取っちゃうと。これを因数分解してるだけなの。やってることは。だってこれだったらさ、かけてマイナス2のコンビ。 足してマイナス1のコンビを探すから、a マイナス 2a プラス1って分かる方も多いと思うんだよね。で、それに b がくっついてるだけだから同じです。カッコ a マイナス 2b になるだけ、b がくっつくだけだから後ろに。ここもそう。カッコ a プラス b ってこうやって因数分解ができます。で、後ろの部分、ここは共通項が c が あるので C をくくり出しますで C を前に出すと中に B+A プラスが残るんですけどちょっと意図的に逆に書きましょう A+B プラスと。でそうするとね都合よく A+BA+B プラスプラスという共通項が出てくるのでここの共通項を前に出すと。だから今日出したものを先に書きます A+B プラスと。で出して残って たものを全部後ろのカッコに詰め込んでくださいこっちで言うところが残るのこいつねでこっちで言うとプラス C が残りますでその残ったものを A-2B C と一つのカッコの中に全部入れます残ったものでこれで終了これは因数分解ですまあ、もちろんねこれ ABC って3つの文字を使っていて A が二次式二乗あるからね B も二次式二乗あるでも C だけ1次式なんだよね C2 乗ないからさだから次数の少ない C に着目してここをまずまとめましょうと繰り出してこっちを先にまとめてあ A プラス B が出てくるのかとじゃあ残ったやつで A プラス B 出せないかなって考えるのはまあ流れとしては自然なんですけどただまあこの場合はここの部分を見た時にああ因数分解できるなって気付けるといいなと個人的には思います。 じゃあ4番行きましょう。えー、こっからですね、時間かかりました。個人的には。あ全部で10分弱かかっちゃったんでね。で、4番は、こいつがある自然数になると。そうなる時の n をすべて求めなさい。ってことで、まあ、自然数になるっていうときは自然数で置きましょう。文字何でもいいです。A って置きましょうか。こいつ自然数です。つまり、こいつがある自然数になりますよって置いたんです。で、あとはこれ計算します。 もちろんルートが邪魔なので両辺二乗して n 二乗プラス、a、55イコール a の二乗です。で、まとめます。で、これまとめるときに a の二乗をこっちに連れてくるのではなくて n 二乗を向こうにやっていきましょう。そうすると a の二乗あ、左辺と右辺入れ替えますけどまあ、こうします。 なんでこうするかっていうとここが −55 になるよりは正の風になって正の数になってる方がやりやすいのでこうやって持っていく。で左辺が2乗引く2乗になっているので a+n プラスあ因数分解してね a ス n とよいしょこうしてください。でこれが何を表してるかっていうとまあ、括弧一つの塊なのである数四角にしようか。 ある数×ある数が55になるよっていうのを今考えていきたいんです。で55ってすごくやりやすくって組み合わせがないんだよね。掛け算として。まあ正の数だけ考えればいいから 55×1 をするか 11×5 をすればいい。他ないですもんね。正の数で考えた時に。で逆の組み合わせいいんですかみたいな。 1×55 と 5×11 はと考えたくなる方もいるかもしれないんですけど今、今、a プラス n と a マイナス n です。これ、足したものと引いたもので考えているので、これ、こっち、足したものの数が大きくなります。だから、これだけで大丈夫。でです。で、じゃあ、足して55、引いて1になる a と n の数字のコンビ何かなって、まあ、パッて思いつく方はそれでも構わないです。で、もし、いや、わからんってなる方は、 A+N プラス足したものが55引いたものが1っていう連立方程式を解けばすぐ出てきます。で、えーまえっと、なん真面目にね A と N 出しに行ってももちろん構わないんですが今求めたいのは A じゃないです。N ですこっち。A は別に答えとして考ええっと採用するものではないのでじゃあ N だけ求めたいな。足すのではなくて引いてしまえば A が消えて 2n イコール54つまり n=27 イコール27となるので答えが出てくるよっていう。下入るよねでこっちの11と5のパターン同じだね11と5っておいて両辺引いていくと n=3 イコール3が出てきます。つまり答えとしては3と27これで終了でございます。 で5番です、はい、<laughs> 5番はですね、まあ、台形を使っていくわけなんですけど一応あ、e、を書き忘れたねここに E がありますで F もあったいしょで E がですね中点になってます AE と EB がつまりこことここの長さ同じねで F の部分が2対5ちょっとちっちゃいですけどここにここを5っていうふうに F を取りましたと。 じゃあ三角形、えっと、CDF ECF かかなかこの細長いとこですここここの面積が全体の台形の面積の何倍になっているかっていうのを考えていきますでちなみにですねまあ皆さんはこうどうアプローチしたかはからないんですけどこの問題自分結構早く解けましたなぜかってあることを知ってたのねそ,うで、まあ、それをし、まあ、知らなくてもちろん解けるんですけど 自分、この台形をさ中点取るじゃないですかでこういうふうに取った時にこうねこう引いた時にこの青の三角形ここですちょっと塗らないですけど見える青の三角形 D えっと CED か CDE だねここですこいつ台形全体の面積半分になるんですよね2分の1倍になるっていうのは。 ちょっとこれを知ってたので、ね、自分。だから割とあ2分の1倍か。じゃあ底辺に二2対5に切ってるからあ7分の2倍ねみたいな感じですぐ出せたんですけど一応答えのアプローチ先に書きます。でその後になんで青の面積が2分の1半分になるかを示してっていう感じでちょっと答え書いていくので、まあ、お付き合いください。で戻すとこのね青の三角形は全体の2分の1倍なんですよ。ただ二2分の1を出しておきます。ちょ倍もつけておきましょう。 こうすることによって、今ここが三角形、えー、CDE の話に変わります。いいかい ?2 分の1倍したからね。で、CDE を着目すると、この赤の、この最後ね、ゴールの部分ね。ここの面積っていうのは、底辺を7個に分けたうちの2個を使ってるんです。底辺を2対5だからね。7個に分けたうちの2個を使ってるから、CDE に 七個使ったうちの二個もらってるから、七分の二倍をかけるんです。いいかな。この細長い三角形と青の三角形。高さは共通です。高さは共通。同じものを使ってるから、そこは考えなくていい。ただ、底辺が全体は七。でも、この子求めたい赤は二個しか使ってないんで、七分の二倍をして。それを計算すると、答え。七分の一倍と、これで終了となります。 ではですそのなんで2分の1倍やねんっていうとこですねまあ文字を置いた方が分かりやすいんでいきましょうえ上底 A 過程 B でちょっと高さ角度ごちゃごちゃするんで高さを H と置いて考えていきましょう台形の公式思い出してください台形はかっこ上態足す過程かける高さかける2分の1ですねなのでちょっと2分の 1H とまとめておきましょうか これ大型です、あいつ、ね、でえっ、ー、と青の三角形にいきなりチャレンジするのではなくってこの隙間のところちょっとここ上って書かせて上であと下のとこねこれ下この三角形をちょっと考えていきますで上の三角形っていうのは底辺は A ですよね。で高さが二分の 1h になります。 分の 1H でなぜかっていうとまあちょっとごちゃごちゃしますが高さって今ここなんですよねもともと H がありますと。でこっからまあ中点打ってますけど垂線じゃねえやごめん平行の線を引いていくと、えー、相似になるんですよね上の三角形と下のであで全部のでかい三角形が相似になってる1対2のね。まあそれでもいいしと中点連結整理がそのまま使えるので。 平行線引いてここが中点です。じゃあここももちろん中点になりますと。だから上の高さは半分の2分の 1h。もちろん下の三角形に考えるときも高さは2分の 1h になるので上は a× 高さが2分の 1h× 三角形の公式の2分の1ね。底辺×高さ ×2 分の1だから。でまとめると4分の 1ah となります。 で下の三角形も同じです底辺が b に変わっただけです。b× 高さは半分の2分の 1h× 三角形の公式の2分の 1h。だから4分の 1bh とこうなります。で上と下の三角形を足しましょうこいつとこいつ足すとねえっ、ー、と4分の 1h が共通ですちょっとくくり出しましょう。でくくり出して残ったのが a たす b なのね。 A と B が残る。で、本当は、書き出したものって前に書くんですけど、ちょっと後ろに書かせてください。かける4分の 1H とこうなります。この子とこの子を足しました。で、あれを、意図的に4分の1を2分の1かける2分の1にさしてください。説明上ね。こうする。これ足したものね。さあ、ここで確認です。これ台形の面積です。全く同じものがここにいます。 つまり上と下の三角形を足したものは台形を半分にしたものですよと言っておりますだから上と下を足したものが台形の半分だったら残ったものも台形の半分ですよねつまりこの青の三角形は2分の1倍ということが決定するだからここに戻っていくるという感じで解いてくださいだそれを知らなかったらねここをまず必要になるので時間がかかるんですけどねここ省略できたのに全体10分かかったからねわしは はい。じゃあ、6番いきましょう。で、ちょっと6番は問題をね、ここに書くことができなかったので、ちょっと出しておきます。この辺に表示しておきますね。で、これはもう3桁の正の整数考えていくので、丁寧に立式できるか、式を立てれるかどうかが勝負です。でいきましょう。で、今3桁あるので、まあこれはね、普通に中2の時にも習ってますけど、100の位を A、A 10の位を B、1の位を C にします。110。えーっと、 100の位ちっちゃくてごめんよ10の位1の位です。で置いておきましょう。でまず1個目 N を100で割った余りは100の位の数を12倍した数に1加えた数に等しいんです。ここで1個履式したいですよね。でポイントは N を100で割った余りですここ。これねわざわざこんなかけ方すんなっていう感じなんですけど例えばですよ583っていう数字があるとします。 これを100で割った時の余りっていくつか、100で割ると小は5ですよね。余りって、ここですよね。83。100で割ってるからさ。ってことは、余りは10の位と1の位がそのまんまなんです。ってことで、こことここそのまんまでしょ。だから100で割った余りっていうのは、10b プラス c とこうなります。 100で割った時の余りはここだから10の位と1の位そのまま出た数だからねでこいつがはこいつは100の位を12倍だから a を12倍したものよりに1を加えた数1を加えた数はいこれ1個目立式ねで次ですまた n の1の位の数を <laughs> よくやるよねこのパターンねチェンジしていきますちょっと待っていくよ えー、1の位の数を、ここを10の位に、ここです。C ですね。10の位を100の位に、10を100だから、こう。で、最後、こうなって、こうだね。で、数、位を変えましたと。で、この変えてできる数はって言ってるから、こっちが主役ね。で、こいつはなので、えー、100B、こいつはね、プラス 10C プラス A、これこいつです。入れて変えてできる数は、は、 元の数より、あ元の整数 n より63大きい元の整数こいつなんで 100a プラス 10b プラス c より63大きいと言ってるだからこの連立でいきましょうと言っておりますで、解きながら思いました自分は親って文字を3つ置かなきゃいけないときは基本的に式3つです文字が2つなら式2つで解けるんですけど 2つしかないんだよねあれもう一個できんのかなって思ったけどどう読んでもできないでそうなった時はもうこの式だけで絶対解けるようになってますそういうふうになってるからもう突き進むしかないですここで止まらずにねでまずこの下の式をまとめる必要があるので全部右側に持っていこうか A を持ってったりすると 99A で持っていくとス9 0 b で、えー、と C 持っていくとス9 c か でイコールじゃあ六十三お前こっちのこえこうやろうかで九で割ると十一 a マイナス十 b マイナス c イコールマイナスになったらこうなりますでですねここにまあ上の式持ってくるんですけどちょっと合わせたいので十二 a こっちに持ってくるとそうするとマイナス十二 a 上の式です。 プラス 10B プラス C イコール1となりますさあ式二つしかないんですけどうまくできてるんですよねこれ同時に B と C 消しに行けますこの二つの式足しましょうそうすると A は残りますが B と C が両方消えてくれるのでマイナス6つまり A は6と出すことができます でもあれって1個しか出てなかったら無理じゃねって思うんですがこの a を上の式に戻しましょう戻すとですね A と 10B プラス C ここに6を入れるので72とか73か73となりますよね。何が分かるって 10b+ これさ 10b+ さっきやったけど10の位と1の位を考えてるわけですよ。 10の位と1の位を考えててそれが73って言ってるんだからもうこの3桁の数の10の位と1の位は7三七と3に決定するんですよねだって位の数を abc って置いてますってことは c とか、まあ、全部そうですけどこの数って10を超えることはないんですよ b も c もだって1の位が15とかおかしいでしょ1の位は1から9まあ0も入るけどね0から9で決定してるわけだから だからこの瞬間 10b プラス c が73って言ってる時点で求めたかった数の数と10の位と1の位が7と3が決定します。で100の位は6って分かってるここ6だからねつまり673が答えなので n ここで入るか n イコール673とこれで終了となります。 まあこんなね、力説してますけど、この部分戸惑いましたけどね、最初。A はまあすんなり出せたんですけど、俺っつってどうするかなって時に、まあ式戻すじゃないですか。まあ、連立解いて、片方1個の数が出た時には戻しますよね。で、上の式に戻したら、こうなったと。ああ、どうすっかなって。B と C 消せんのかなって思ったんですけど、いや、待て待てと。そもそも10 B、10B プラス C って10のくらいと1のくらいになってんじゃんって考えた時に、じゃあこれが答えになるかというふうに決定して、ここで終わりという感じで、ぜひね、やってみてください。では、 今回はね。この6問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。やりがとうございましょう。